時間無制限ヘビー級バトルロイヤル、もうお正月恒例となりました。これより皆様にじっくりとご覧をいただいてまいりましょう。さあ、これからヘビー級の選手がテーマ曲に乗りましてリングに入ってまいります。まず長谷博士が入ってまいりましたね。長谷張り切ってますね。そうですね、押し込んでますよ何を意識したんでありましょうか。さあ、永井光也です。UWF 軍団も入ってまいりました。さあ、とにかくこのヘビー級バトル誰が制するんでありましょうか。岸さん、はい、まあ、このヘビー級バトルロイヤルをこう見ますと、ああ、お正月来たんだなというか、そうなんですよね、もう恒例ですからね。はい、レスラーにとっては賞金が魅力ですよね。はい、新年早々の大きなお年玉ですからね。そうですね。16人参加のこのヘビー級バトルロイヤルです。岸さん、はい、まあ、ちょうどこの前のですね、はい、6人タッグを務めた6人の選手にとりましてちょっと辛いんじゃないですか。そうですね、ただ途中で中途半端に休むよりは続けた方がいいという選手も多いんですよね。ああ、そうですか、はい、そしてマイク・バートンです。この16人の選手を見た感じ、岸さん、はい、優勝になると予想される選手はどの選手でしょうか。いや、強い順に消されるのがバトルロイヤルですから、案外一番弱い人が優勝するかもしれませんし、強い人が、これだけはバトルだけは予想できないんですよ。はい、うまく立ち回るやつが優勝することもありますしね。はい、意外と逃げ回って最後まで残って、はい、その選手が美味しいとこ持っていくっていうのがバトルロイヤルの魅力です。まず強い人から狙われますからね。はい、最後に1対1で強い人と残りたくないという気がみんな強いですよね。はい、バトルロイヤル、さあ、もう熱戦が始まっています。川田と長谷ですね、蹴り合っていますが、すごい蹴り合いになっています。ハイキック合戦を見せるバトルロイヤルではありますけれども、さあ、長谷と、そして川田、おっと、お酒持ってますよ、これは逃げました。長谷博士、そして天竜源一郎、やるなって含み笑いをしてますけれどもね。かなりね、倒させておいて美味しいところを狙おうと思ったんでしょうね。なるほど、川田俊明とモハメド・ヨレの局面迎えているところでありますが、もう打たれました。川田俊明です。そしてモハメド・ヨレ、エルボー合戦になったところはどうする。さあ、モハメド・ヨレ、おっと、ここでラリアット、おっと、鎌田が抑え込まれ、鎌田が抑え込まれている。鎌田がまずは、いや、アラヤが最初から鎌田の隙を狙ってたような感じですね。なるほど、まずはやはり球さんがおっしゃったように強いもの、鎌田からホールを奪われました。さあ、足りにはどうする。鎌田はもう控え室です。そしてブレンバスターは天竜源一郎がジョニー・スミス、さあ、どうか、カウントはしかし、そして向こう側を誰か押さえ込まれている、どうだ、スリーカウント、
柿原ですね。寄ってったかって抑え込まれたって。そして今度はどうか。おーっと危ないぞ。天竜か。天竜が退場。これだけ人数を抑え込まれたらね、はい、跳ね返せないですよね。そして淵正信と荒谷信孝、バックドロップは淵。ああ、その淵が抑えられた。淵が抑えられた。山積みになってスリーカウント。大きな山ができたところで淵が退場です。うかつな技は使えないんですよね。はい。そして奥村とモハメド・ヨネ、局面迎えたところでありますが、どうか。3セット狙って、いや、しかしここは抑え込まれてスリーカウント。奥村退場です。5人目、おっと、今度はヨネが抑え込まれてスリーカウント。さあ6人が退場したところであります。太陽ケアと、そして長井です。橋は高みの見物を決め込んでます、ね、そうですね。こういうのがくせ者なんですよね。意外と残るかもしれませんね。スモールパッケージに捉えられるが、長井光也はどうだ。スリーカウント、長井が退場になりました。さあ現段階では7人の選手が退場したところでありますが、今度はジャイアント木原。さあ木原を抑えた。おーっと、木原はどうか。危ないぞ、もう山ができた。スリーカウント。橋は抜け目なく参加しましたね。そうですね。あ、なんか美味しいとこ取りを狙ってますね。さあ8人の選手が退場したわけであります。逆水平です。ジムスティールと太陽ケア、ハセが声かけてるだけですね。太陽ケア、ジムスティール、ラリアット抑え込んだ。そしてまた山ができます。ちゃんとハセが参加してます。はい。スリーカウント、ジムスティールが退場です。9人が退場したところです。そしてセッドマンとジョニー・スミス、ジャックナイフ、カウントどうか。スリーカウント、スミスが退場。おっと、そしてマイク・バートンがセッドマンに対しまして、おお、ブレンバスターが何かに行くんでありましょうか。滞空時間の長いブレンバスターを狙ってくる。さあマイク・バートンがセッドマンに、ここはブレンバスター見舞って、また大きな山ができましたが、スリーカウント、セッドマン退場です。さあ順序を見てみますと、川田、掛原、天竜、淵、奥村、米、永井、木原、スティール、スミス、セッドマン、このように退場してまいりました。11人が退場。残るはケア、ハセ、ハインズ、荒谷、バートンです。あっと、今度は4対1の何か体勢を作っています。ハセが完全に仕切ってますからね。はい。あ、やっぱり仕切ってますね。ここでやっぱり先生仕切り当たりないんですかね。仕切りたがり屋というか、うまいんですよこういうところはね。はい。太陽ケアが、ここはもうストンピング、集中砲火にあっています。太陽ケア、痛めている腰の部分、大丈夫か。太陽ケア、太陽ケアがあらによってボディスラムを見舞われて、ハセがジャイアントスイングに行くんでしょう。行きました。今日はオープニングマッチで藤正信に26回転、今度は何回転か。今15回回りました。20回転。さあ、これあんまり振り返しすぎると自分が回ります。そしてすかさずハインズ抑え込んでスリーカウント。そのハセが抑え込まれた。やっぱり今のジャイアントスイングが敗戦の道でした。ハセヒロシが退場。まだ足がふらついてましたからね。さあ残りましたのがハインズ、バートン、アラヤ、この3人に絞られました。ここはどうする。さあアラヤと、お、2対1か。ハインズはこれ荒谷とバートンをやらせようというんでしょうかね。そうですね、いや3人とも同じこと考えてるんですよ。しかし襲われたのは玉の霊を締めようということですからね。バックを取っておいてナックルパート、こうなってはちょっときついか。荒谷、あっと、ラリアット、ハインズのラリアットを食らったのはバートン。さあそしてここは間髪入れずにジョージ・ハインズ、ハインズがバートンを蹴りました。ラリアット、ジョージ・ハインズにバートン。アラヤが何かもうフラフラになりながら来ておりますけれども、
場内からはジョージコール。もうこうなってくると誰が優勝してもおかしくないでしょうね。エルボーを見舞ってまいりました。そしてボディを蹴ってくるマイク・バートン。バートンディザスター。アラヤが美味しいとこ持ってくるか。スリーカウント。ジョージ・ハインズが退場した。アラヤとバートンに絞られました。アラヤもステップを踏んでいますが、アラヤもここまでかなり体力温存してますよね。はい、まずと天理を狙ったのはアラヤだったですからね。はい、まず強敵から消して、まあアラヤの作戦通りにここまでは来てるんじゃないですか。あ、ただここからですよね、問題は。そうですね。さあ優勝賞金を目指して両者が激闘。ちょっとここはアラヤが前を取りました。マイク・バートンに対しましてボディを蹴りました。アラヤのぶたか。バートンを青コーナー振っておいた。走っていってのラリアット。さあアラヤが果たしてバートンを破って大勝を飾るかどうか。そしてマイク・バートンを起こしておいてロープに振りました。担ぎ上げてくるかどうか。バックフィリップ、アラヤ、ノブタカ。あーっと、これで取れるかどうか。トゥーカウント。まあ、シングルマッチになれば周りに煩わされずに自分の得意技フルに発揮できますからね。はい、さあ後楽園ホールに2度目ムササビが宙を舞ったがダメ。おーっと、これはマイク・バートン見ておりました。マイク・バートン起き上がってくる。そしてロープハンドを利用しておいたラリアット、マイク・バートンです。もう一発来るかどうか。ラリアットは相打ち。アラヤも粘ります。日本人選手から声をかけられております。アラヤ、ラリアットから硬い味方が、これで沈んでしまうのか。アラヤ粘りました。アラヤも粘ります。そして追い打ちをかけてくるマイク・バートン。エルボーを見舞ってくるマイクバートンに対して、このアラヤのライトからのエルボー、ハンドを利用してくるかどうか。強烈なゴールデンレフトを食らってしまった。そしてどうする。さあマイク・バートン、勝利への道しるべ。この体勢からバートマッシュ、抑えた。これでバートン決まった、優勝。マイク・バートンが優勝。時間無制限ヘビー級バトルロイヤル、ゴールデンレフト、マイク・バートンが優勝となりました。菊池さん、はい、やはりやられながらも冷静さを保ったバートンが勝利になりました。あのこの優勝は実力通りと言っていいんじゃないですかね。特にあの最後のパワーボムあれだけ高く持ち上げて、はい、であの綺麗に足も絡めて完全にボム奪ってましたからね。そうですね、力もあるしうまさもあったというパワーボムですね。はい、今ゴングになりました。さあ、菊池さん、はい、まあ、ジュニアのヘビー級バトルロイヤルなんですけどね、またその前の日のヘビー級のバトルとは違ったまた見方があるんですか。そうですね、ヘビーはちょっと重厚味がありますけど、これはもう本当軽い飛んだり跳ねたりが多いですけど、楽しいですよね、これジュニアのヘビーは、はい、あのバトルは、はい、まあ、今回は会話なりメンバーが違ってますけどね、ほとんどはあの助っ人参加とか外国人でしょ。はい、ジュニアの所属するのは口だけですからね。まあ、口の方が105キロですから、はい、ジュニアヘビーギリギリですよね。はい、4でももうちょっと危なくなってくるんじゃないですかね。はい、ダークネスドラゴンがくるっと反転しておいた。青コーナー走り込んでいって、ハロウィンどうするか。ハロウィンがスプラッシュ気味のライトからのラリアットを見舞ってまいりました。そしてダミアン6666と、こちら側モハムド・ヨレス。モハムド・ヨレス抑え込んだ。さあハロウィンはどうする。返せない返せない、山ができてしまいました。スリーカウント。ハロウィンが退場です。そして今度はシコシスが抑え込まれた。スリーカウント、シコシスが退場です。ハロウィンが道連れにいっちゃったわけですね。そういうことになりますね。ちょっと嫌っておりますけれども、まあ、このシリーズダミアン、ハロウィン、さらにはシコシス、三強がですねタッグを組んで、これからこの新春ジャイアントシリーズに臨もうというところ。さあ、おっと、これはどうか。こんなにも低空ドロップキックを肘から食らってしまったらたまったもんじゃありません。かわいい感じありますけどね。はい、今度は太鼓の乱れ打ち、望月食らっている。望月が食らって、今度、おっと、レフリーのウォーリー山口、おー、
に、おっと、ウォーリー山口が前方へテイクダウン、山ができた、レフリーが退場か、フォースリーカウント、レフリーが退場となるのか、ウォーリー山口、これはたまりません。もう動けないウォーリー山口、これは見るに見かねてサブレフリーの和田恭平が入ってまいりました。これはレフェリング続行できるかどうか、ウォーリー山口。あれだけの人数で押し込まれたらね、かなりの重圧でしょうからね。はい、場内からフチコール。それとも全日本の不安というのは、熱戦に立った方が必ずコールして応援しますからね、はい、あったかいですよね、はい、そして手を差し伸べますが、この裏には、何が待っているのか。俺は手が何本あっても足りないんですよ、足りないのね。富士がそれに応じるか。やっぱり削られてしまいました、太鼓の乱れ打ち。グラン何は、何はちょっとやりすぎましたね。そうですね、これも当然何は狙われますからね。グラン何はが狙われる。何ははここは一旦エプロンに逃げました。ダミアンが誘います。モハメド・ヨネとフチ・マサノブ。さあ、フチが今度は何か赤釣り状態です。まあ、今引きずり込まれたヨネですからね、はい、グラン・ナニバとダミアンです。ダミアンが赤コーナーから青コーナーに、このグラン・ナニバ、カニ選手を振っておいたが、さクロスボディ、あっと返っておいて抑え込まれるが、しかしこれは不幸者とも2人とも逃げ足が速いですね。やっぱりカニは逃げ足も速い、さあ、そして意外とあのフチが粘ってますね。粘ってますね、やっぱりちょっと実力的に抜けてますからね、はい、誰が優勝するんでありましょうか。10人参加のこの時間無制限ジュニアヘビー級バトルロイヤル、フチ・マサノブと、そしてこのグラン・ナニワの局面迎えたところでありますが、ボディースラム、さあ、そして抑え込んだが、しかしモハメド・ヨネが出てまいりました。今日のこの1月3日後楽園ホールのオープニングマッチでは、フチ・マサノブとグラン・ナニワシングル戦で対戦しておりますが、フェイスロックでフチ・マサノブがグラン・ナニワ破っておりますが、おーっと、これは参ったんですね。フチ・マサノブ疑問症ですね。あ、両手決められてるからタップもできないんですよね、口を巻いて言ってましたよね、はい、さあ、そして今度はグラン・ナニワが狙われるか。 M2K によってフチ・マサノブに参ったって言ったじゃないかという声がありましたが、そしてダークネス・ドラゴン飛び越えていってサンセット狙ってくる。さあ、グラン・ナニワが抑え込まれる。スリーカウント、今度はドラゴンだ。ナニワとアキレス・ドラゴン退場。5人の選手が退場しました。いつもの高いプレーだったんですけど、ダークネス・ドラゴンそのぐらい入っちゃいましたね。そうですね、おまけがついてるとは思ってなかったんでしょうからね。そしてダミアンがリングサイドで座って、まだ退場になってないんでしょ。まだ試合の権利ありますね。その間に土方隆二ですね、土方隆二が退場となりました。さあ、誰でしょう。土方が退場。土方まだ自分が残っていたと思ったんですね。土方隆二が退場。望月はどうでしょう。まだ残っていますね。そろそろ4人が残りました。ダミアン、神田、望月、そしてヨネ。タッグ戦の様相か。さあ、ダミアンがどちらに入るか。油断できないですよ、はい、背中見せたらまずいですよ。ラリアット、ダミアン。おっと、ここでサソリを見せるか。サソリを見せる。さあ、どうか。望月進む、ギブアップ。望月がギブアップです。そして3選手に絞られましたが、どうする。神田とヨネ、さらにはダミアンです。3人が残っていったところ、もうスリーウェイダンス状態であります。どうするか。さあ、そして場内からはこの3選手のそれぞれの応援が交錯しています。モハメド・ヨネ、そしてこちらはダミアン666。おっと、ファイトかけてますよ。これは高めの見物になったんですね。これはもうレフリーから降りろと言われております。しかしこれはウォーリー山口レフリーが行けというふうに言っています。さあ、どうするか。
神田とモハメドよりオーとダミアンはエプロンだ。ここはやはり美味しい部分を持っていこうというんでありましょう。オーとダミアンが両選手と握手をし張ってくる。二人一気に破って、しかしここはウルネルソン状態からラリアット、モハメド・ヨネに逆にダミアンがラリアット。さあダミアンが、おお、これはマイク・バートンのバートバッシュに行く。さあ3セット、これは狙って神田がどうする。神田が3セット狙ってスリーカウント、ダミアンが退場。さあ神田とモハメド・ヨネ絞られました。優勝はどちらか、勝った方が優勝となりますが、神田とも、あっと足を引っ張った、足を引っ張ったのは妥協するかも。そうですね、やっぱり NGK に味方したということですよね。はい、あと投げっぱなしのジャーマンです。ここは速攻で来るかどうか、片指で捉えていて、カウントどうか、カウントは2カウント。今度は誰、あ、ダミアンですね、足引っ張ったんですね。そして神田とモハメド・ヨネ、10分を経過したところでありますが、神田がトップロープ最上段登っていった。ヨネがこれ起き上がってくる。さあヨネが捉えてくるのか、ニュートラルコーラー付近でもって、この体勢から得意技の筋肉バスターに持ってくるんでありましょうか。モハメド・ヨネ、これで優勝になるんでありましょうか。モハメド・ヨネ筋肉バスター、そしてカモの大地を抑え込んでいった。モハメド・ヨネスリーカウント、ヨネ優勝。10分42秒、モハメド・ヨネが神田を仕留めまして優勝となりました。何かレフリーのウォーリー山口もお疲れ様という感じですね。うちのは退場になりかけたね。そうですね、そして勝者となりましたモハメド・ヨネです。さあジュニアヘビー級のバトルロイヤル、まあ、あのジュニアの選手がこう一堂に会しました、まあ、見た感じ福さん、はい、まあ、それぞれの選手がいい持ち味を出し、またそれで、ね、はい、楽しかったですよね、はい、あ、ダミアン、こらこれはまた何をダミアン思ったのか横取りしてしまいましたけれども、もちろんそれは今和田レフリーによりまして、モハメド・ヨネの方に再度渡されることになっていますね。いや、昔は完全に持ち逃げしたレスラーもいたんですよね。そうですね、ダミアンはちょっと逃げ足遅かったですね。はいはい、そして今モハメド・ヨネに、賞金が贈られたところです。ということで時間無制限ジュニアヘビー級バトルロイヤルは優勝モハメド・ヨネに決定いたしました。さてこれからリング内ではくじ引きが行われます。番号の若い順から2人ずつタッグを組んで、いくというこのサバイバルタッグマッチです。4対4のサバイバルタッグマッチ。それでは対応チームから発表いたします。さあどんな結果になるんでありましょうか。1番中井君には2番モハメド・ヨネ、3番カジサナマツコ、4番対応チーム。はい、今お決めですね、1番永井、2番がモハメド・ヨネ、3番柿原、4番が太陽系です。2番永井さん、3番奥村敦史、4番川田俊明。これによって第1試合は寺井先生はモハメド・ヨネに対し藤井正信、新井信孝の2と決定いたしました。さあ今リングアナウンサーからコールを受けました。長い日夜が腕ひしぎに行きますが、アラヤが腕をしっかりと手を結んでいます。この手が外れてしまった時、アラヤには苦戦。さあどうか、長い日夜絞り込んでくるが、藤正信後方から背中のあたり一発蹴りました。そしてモハメド・ヨネが入ってまいります。モハメド・ヨネに立つ。ここはおっとニュートラルコーナーに押さえつけられるか、荒谷信孝ニュートラルコーナー見られました。走り込んでいってヒールキック、ボディースラム。モハメド・ヨネ大阪に放送新幹線こだまが吠えて、フライングギロチンドロップ、抑え込んだ片襟型でカウントはどうか。
放送新幹線こだまこのモハメドヨネ、東京駅を出発して、そして着実に大阪の街へと進んでいるこだま号。おっと、藤正信が後方から蹴ってまいりました。長井光山入ってくる、藤を阻止する。おっと、捕まった捕まった。そして荒谷信孝、DDT、 なだれ式の DDT につなぐ。モハメド・ヨネ、先ほどまでは自分のペースだったんですが、今度は荒谷のペースか。バックフィリップ。リング下では長井光也と藤正信の攻防。ラリアット、抑え込まれた。カウントはどうか。2カウント、返しました。モハメド・ヨネ、ボディースラムから。さあ、今日も大阪の街、ムササビが待った。カウントもどうか。スリーカウント。放送新幹線こだま号は大阪新大阪駅に入る前に脱線してしまいました。荒谷がモハメド・ヨネを捉えました。そしてこの中に今度は柿原が入ってまいります。柿原正人が入ってきて、そしてそのまま藤正信、荒谷信孝が残ります。さあ、柿原正人が入ってまいりました。なんとかステップオーバーしたい。今ステップオーバーした。あれ、きついぞ、これは厳しいぞ。フチがカットに入ってくる。フチ正信セカンドロープから後頭部にチョップを落としてまいりました。フチの手刀を食らった。さあ、膝が入った。膝十字、これはロープに近い距離におりました。恵まれた距離におりました。この荒谷信孝、荒谷によって川田藤、荒谷奥村組、うまく一本取っておりますが、さあ、そしてどうか。走っていって、レフトからのラリアット。さあ、藤が入ってくる。カウンターでくる。ハイキックからバックを取ってバックドロップ。藤正信抑え込むにはかからず、してどうするか。藤正信フェイスロック。さあ、フェイスロックで柿原は逃げられないか。柿原は逃げることができないか。しかし長井と荒谷がやり合っています。試合の権利があるのは柿原とこの藤正信。トゥーブラドンで持ってランレフト、ボディーブロー、政権入って、そしてダブルブレンバスター。藤正信に対して嬉しい逆十字。トゥーブラトンということで、これはまだレフリーが認めてはおりません。さあ、そしてエビ固めに捉えていって、どうか。ちょっと苦しいか。藤正信、藤正信が嬉しい逆十字に捉えられております。あっと、長井光也のハイキックを食らった荒谷。そして嬉しい逆十字、これはどうか。藤正信耐えられることができた。あ、ギブアップ。柿原が嬉しい逆十字、内を捉えました。さあ、これで両チームとも1-1タイスコアになっています。そして奥村が入ってまいります。奥村が入ってきて、また試合が始まります。トゥーブラトンに持ってくる。奥村が、そしてアレが行く。体勢が崩れてまいりました。長井光也、さあ、奥村がここで決めてくるんでありましょうか。押さえつけておいて、荒谷信孝、ちょっとスタミナどうか、大丈夫か。柿原が入ってくる。柿原がその足を持っています。これではムーンショットに行くことができません。奥村、あっと、柿原がやはり止めておいてもよかったのか。バックドロップ、なだれ式。
長い道やエビ型で、あれはどうか、ツーカウント。奥村がスイッチに行きましたが、その奥村がエプロンからリングした。柿原が追ってまいります。リング内は長いと荒谷、ハイキック、左からハイキック、もう一発来るか、ハイキック、荒谷は受けるだけか、エルボーで反撃、荒谷のぶたか、もう一発ラリアット、長井に通用するかどうか。そして荒谷が、なんとこれはチョークすらもいけない、力比べになりました。力比べになって長井がロープのハンドを利用してくる。ラリアット変わった、投げっぱなしのジャーラン、あれはどうか、スリーカウント。荒谷敗れました、ボールを取られました。荒谷がここで退場。そしてここで2本取りました、太陽ケア柿原雅人、長井道也、モハメド米組、そして川田俊明が入ってまいりました。デンジャラス系川田俊明、どっち先、長井道也と川田、そしてローキック、ローからハイへ、ハイから逆にハイキック、バックを取りました。ジャーマン体勢作れば川田、逆にこれは取られてしまった、後方に投げられた、エンジン、川田俊明のエンジンです。そしてヒールキック、いや今のはヒールキック、まあかかとは当たっておりませんから大丈夫でしょう。川田俊明投げっぱなし、ジャーマン狙ってくるが、奥村ミサイル、エンズイ、川田俊明、さあ川田俊明がロープのハンドを利用して、ラリアット、ラリアットから抑え込んだ、カウンターだ、返しました。そしてハンドの中央、何はの街に梅の花が咲いた、ストレッチプラム、柿原がカット、梅の花はつぼみで終わってしまうのか。そして水を差せばこの大輪梅の花は咲いた、おっとロープです、蹴ってくる川田俊明、蹴っておいて、さあ今度こそ大阪は南波の街に梅の花が咲いた、決まった、ストレッチプラム決まったところです。川田が取りました。さあスコアの方なんですが、2対2、タイスコアになっています。そして川田俊明、一度はつぼみで終わった梅の花を咲かせることができました。長井道也が退場になりました。さあ川田と奥村はそのまま残り、そして竹原と1番の4番を引きました太陽ケアが入ってまいりました。開けるな、奥村、ハイキック、ものすごい太陽ケアのハイキック、奥村の体勢がちょっと崩れてまいりました。ニュートラルに送っておいて走り込んでいってのエルボー、太陽ケア、ヒールキック、いやちょっと今これは手で塞いでおりました。奥村命中はしておりません。片手に肩に捉えてくるがどうか、カウント、2カウント、奥村が完全に太陽ケアのペースというものにハマってしまいました。切り抜けていくことができるか奥村、エルボー、そして2位を見守れる太陽ケアの2位は強い。そして奥村、おっと捉えてくるか、スイングしていっての DDT、 さあカウントどうか、2カウント、太陽ケア、レフリーの方を見やりました、カウントは2、川田が手を差し伸べる、でもスイッチはできない奥村、ちょっと苦しいぞ、太陽ケアが、あらっと川田にエルボーを見舞ってくる、セカンドロープに乗ってくる、
セカンドロブだってコーナープレス。硬い右肩ですがカウントはどうか。奥村返した。奥村が返すことができました。さあ太陽ケア。ここでもってボディースラムから。散々と輝く太陽。さあハワイから強烈な台風が上陸するんでありましょうか。ボディープレス奥村どうか。返すか。川田がスイッチ。ゾーッと、しかしエプロンからリング下に放り投げられてしまいました。フィニッシュ到来か。怖いぞ。太陽ケアバックを突破。ハリケーンクランチ。あっどうか。カウント。あっとセカンド返しました。奥村余力があります。この奥村、そしてあっとこの打勢からハワイアンスマッシャーか。ハワイアンスマッシャー抑えられた。川田が帰ってこられない。次カウント。ハワイアンスマッシャーが奥村に決まりました。この時点でポイント8対2。太陽ケア竹原雅人、永井光也、モハメド米組、4対4サバイバルタッグマッチはケア竹原永井米組に外貨が上がりました。決勝シリーズ最終戦1月16日、コラビのホール、世界タッグ決定戦、川田選手と僕とで出場したいと思います。それで相手はですね、実は、僕らに仮に、この世界タッグが、やるということで、真っ先に、その出場に出たいと、表明していました。太陽ケア、ジョニス・スミ、このチームは、昨年最強タッグ優勝チームの、スティーブ・リアス、マイクロ・ロンド組と、シリーズとリーグ戦の最中にやりまして勝ってますので、それで武道館で負けましたが、1勝1敗のゴールということで、そのチームと、今回優勝したチームで今までの準優勝チームの、川田忍で決定戦を行います。太陽ケアチーム対川田チームで行います。We're like a new like a new generation of all Japan and we're like the new up and coming team and I think we bring like fresh new ideas, new moves for all Japan. Fuji and Kawada, they have a lot of experience, but we I think we bring like a maybe like a new style, new ideas and comments. I think Fuji and Kawada are a fantastic combination. They complement each other, you know, and it's always going to be very difficult wrestling a team like that. But it brings the best out of KO, it brings the best out of myself when the stronger the competition. We like it. Somehow it brings the best out in us, so it's not a disadvantage, it's going to be to our advantage. The higher the caliber team, the higher our caliber goes as well. We'll just wait and see what happens. You know? The harder the team, the harder we wrestle. So that's what we like. That's all we'll do. We're looking forward to it. It's some low guy that I've got. あの老海さんのおかげで新日本とも引き上げたんだから、まともに言ってたらな、あの元気さんの2人とか大変な、やっぱ老海さんが、それもプロレスだからな。また新たな人に頑張って2001年最初のシリーズ G1
新春ジャイアントシリーズ、いよいよファイナルマッチを迎えました。東京水道橋後楽園ホール最終戦です。世界タッグ決定戦60分一本勝負、藤正信、川田俊明組にはジョニー・スミス、そして太陽ケア、ジョニー・スミスと太陽ケアチームが入ってまいりました。後方からは仕事師ジョニー・スミス、藤正信、川田俊明のテーマ曲が流れています後楽園ホールです。これよりは第43代の世界タッグ王者決定戦であります。藤が先頭です。険しい表情で入ってまいりました。地獄の仕事人藤正信、後方からはデンジャラス系川田俊明です。果たしてどちらが第43代に輝くんでありましょうか。世界タッグ王者決定戦、清水さん、はい、まあ、42代までは決まっていたんですが、はい、まあ、その確かの川田と田上が42代、はいはい、武道館でのワンナイトトーナメントで優勝して、王座について、はい、そのまま田上が出ていってしまったということですね。さあ、そして今このチャンピオンベルト、久々に菊池さん我々目にすることができますね。もう半年ぶりになりますよね。はい、あのチャンピオンベルトには血と選手の血と汗と涙がついています。はい、そして今このベルトをしっかりと私たちは両の目で見つめ、このベルトが一体どちらのチームに巻かれるんでありましょうか。期待しながら間もなく両選手両チームがコールされます。2001年新春ジャイアントシリーズ最終戦後楽園ホール、世界タッグ王座決定戦60分一本勝負を行います。アウトは250ポイント、ジョニー・スミス、ジョニー・スミス、水色のテープが待っています。絶対にこのベルトを欲しいという太陽ケア、赤鬼藤正信、そして川田俊明です。そしてこの試合のレフリーは和田恭平レフリーが裁くわけであります。五色のテープがリングラーに投入されております。さあ、いよいよ第43代の世界タッグ王者が決まろうというところでありますが、果たして川田藤組かケア・スミス組か、どちらになるんでありましょうか。実力拮抗のこの第43代世界タッグ王者決定戦、今何かお互い話し合ったところであります。この藤正信、川田、そしてこちらはケアとスミス、まもなくゴングです。第43代世界タッグ王者決定戦、今ゴングなりました。先発は藤正信、そしてジョニー・スミス、ゲスター、はい、さあ、もうどちらのチームが勝ってもこれおかしくない、そしてまた実力面でも、はい、もうレベルは一緒ですよね。一緒ですね。ただ一つ気になるのは何でしょう、淵が疲れてるんじゃないかということなんですよ。あの新生全日本だってから精神的にも肉体的にもフル回転でしょ、でこの新春シリーズは一応成功に終わったと、はい、いうことでこれ最終戦ですよね、はい、だから精神的にちょっと疲れてなんかね、さあのさっき控え室に行った時にちょっと疲れてるんじゃないかなという感じを受けたんですよね。なるほど、まあ、試合に入ってしまえばそういうことはないでしょうけど、同じようなことをですね、私も聞きました、はいはい、今日でやっと終わったなという、はいはい、あの言葉があったんですよね、はいはい、内正信、さあそして川田も出てくる、ジョニー・スミスを対角線上送ってくる、まずは川田が突き刺しハイキック、ジョニー・スミス、そしてバックドロップ、川田俊明抑え込んで片指がダメ、どうか、ここは太陽ケアがついた、ここはカットに入ってまいりました。離れ組はそこに出てます。おっと、これも勝負かけてますね、はいはいはい、
ということはやっぱり彼でも父の力を心配してるんじゃないですかね。長丁場に持っていったら力が出るんじゃないかという、はい、バックドロップ場外で見せました藤正信。お互いにもうこれ勝負出ています。カード引き入れは時間切れ引き分けを、まあ、得意と言ったらおかしいですけど、はい、持ち込むのがうまいチームですだからね、うん、ただこの試合だけは引き分けはないですからね、決定戦ですから。で、いきなり今短期決戦に出たということでしょうね。なるほど。昨年の11月19日世界タッグ最強タッグ決定リーグ戦開幕戦がこの後楽園ホールで行われました。まあ、その時にこの藤川田対スミスケアミーというのが対戦いたしまして、30分時間切れ引き分けに終わったわけなんですが、さあ、あの時は完全に川田口組のペースだったんですよね。そして藤正信がここは場外戦、またも場外でこのジョニー・スミスにどうするのか。フェンスにここは送り込んできた。そして藤正信もう一回送り込んでくるんでありましょう。いや、今度はスミスにのバックドロップ、場外での先ほどはケアに、今はスミスにバックドロップを放つこの藤正信です。先ほどその世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕戦、はい、この4社は対戦いたしました、はいはい、まあ、その直後控え室ですね、とにかくこのスミスの躍動ぶりが、はい、藤、だいぶ勝ってましたね、はいはいはい、特にあのスミスはタッグうまいですからね、ケアが若さで暴走しようがミスしようがきれいにカバーしてきましたからね、今まで、まあ、もう古い話ですけど、ダイナマイトキッドとの組んでアジアタッグ王者になったら普通ですからね、もちろん前に、はい、ここはフェンスに串刺しのハイキックを放つ鎌田俊明です。最近その藤正信はスミスに対しまして、そのスミスがその仕掛けてくるのが早いので驚いていると、はいはい、それからケアに対しましてはその若さでもってガンガン来るんで、ね、まあ、応じるのが非常に難しくなったと、はいはい、そんなコメントを発しておりましたけどもね。まあ、確かにケアの若さによる爆走というのは怖いですけど、はい、時々暴走したり大きなミスしたりしますからね、それをきれいにスミスはカバーしちゃうんですよね。だからタッグチームとしてはもう理想的なチームと言っていいんじゃないですか。ここはボストンクラブの体勢、藤正信です。絞り込んでおいて、そしてここはうまく左にステップオーバーできないか。ジョニー・スミスがこれ藤正信の左の足取ってますからね、これではステップオーバー難しいだろう、はい、そして怪力でもって藤正信が今入ったボストンクラブ、しかしこれは後方に大きく反っています。逆肩エビになりました。入り方がまだ浅いですね、はい、太陽ケアが出てくるか。いや、太陽ケアは今レフリーによって いさめられております。 STF を狙ってくる藤正信です。まあ、逆エビはちょっと無理だと思ったらすぐ切り替えるところはさすが藤ですね、うん、藤正信、ここは STF から、そして右手を差し伸べてまいります。後楽園ホールに連れられた全日本プロレスの特に若い女性ファンからジョニーという声を送られるのはこのジョニー・スミス。そしてじわじわと寄ってくるんですが、どうでしょうか。またこの藤正信の攻撃なんですが、今ロープブレイク5分経過しました。第43代世界タッグ王者決定戦、43代の王者を決めるんで、とにかく菊池さん、はい、このタッグのベルトももちろん歴史が古いですよね。はいはい、もうインターから見たらもう馬場吉村道明が取ったベルトですからね、昭和41年ですか、もう20年以上になりますよね、20年になりますか、まあ、インターと PWF が統一されて世界大会になったわけですからね、はい、ですから非常にその重みのあるタッグのベルトですね。馬場井の組はもち馬場鶴田組が持ったタイトルですからね、先ほどと同様のボストンクラブになりました。川田俊明、左にひねってくるか、思いっきりひねってまいりました。さあ、ボストンクラブ完璧にこれ腰を落としてくる川田俊明です。川田俊明もその三冠のベルトを手にすることはできませんでしたから、このやはりタッグのベルトは欲しいでしょうね。はい、サードロープに丸かれることができましたジョニー・スミス。さあ、川田、逃してしまったなというそんな今一瞬表情を浮かべました川田俊明です。
ちょっと急ぎすぎてる、あの勝負急ぎすぎてるって感じがしないでもないですね。もっとじっくり痛めるのは普段のペースですけどね、早め早めに仕掛けてますね。先シリーズ の、 あの最強タッグでのこの淵と川田のタッグコンビネーションをご覧になって、池さんいかがですか。あれはね、非常にうまくいっていうか、あの淵の老解者が実にうまく発揮されたんですよね。だから新日本との対抗戦も、まあ、あの新日本の一応淵の老解者にやられた負けたものして言ってましたけど、ただこういうあの一発勝負の場合、その老解者がどう出るかですよね。あ、そうですか。はい、引き分けでは済まない試合ですからね。なんとかここはフェイスロックに捉えたいんですが、ジョニー・スミスが腕を取られてしまいました。おっと怖いぞ、この体勢は。ちょっとジョニー・スミスが川田が入って後頭部蹴りましたけれども、ブーイング起こったところで太陽系のスイッチ、太陽ケアが入ってまいりました。ボディを蹴ってくる太陽ケア、逆水平、すごい力こもっています。太陽ケア、あの菊池さん、ケアの逆水平なんですが、ものすごい力こもってやってますね。力の腰も入ってから、腰が完全に治ってからまた力強くなってきましたね。腰が入ったらショックですよね。太陽ケア、マウナケア、モソンになりますけれども、バックを取って力だけで持って投げてくるのがこの太陽ケア。正面のロープ際でありますが、藤正信がヘッドリストを取ったまま、川田俊明でスイッチ。川田はローキック、川田のローキック、太陽ケアの左の太もものあたりにローキック。川田、おっと真正面、そして今度はエッツイ川田俊明。太陽ケアがここは蹴り技を見舞われまして、あの腰なんですが、これ膝の感知したという見方でいいんですかね。本人は感知したと言ってましたね、はい、まあ 80% くらいかもしれませんけど、はい、本人が試合に出る場合には感知したと言わざるを得ない。それだけもうファイトのまんまんということですよね。ライターのあたりを蹴りました。川田が場外で持ってヒールキック、バックヒールキック、そして逆水平に割ってまいりました。ちょうど本部席の目の前でもっての攻防が展開されております。川田が今度はどうするか、腰のあたり、太陽ケアの腰をフェンスに思いっきり打ちつけました。川田俊明です。そして今エプロンからリングの中に太陽ケアを入れていったところであります。川田俊明、顔面を踏みつけてまいりました。この川田俊明です。藤正信とそして川田俊明のコンビネーションも見事。さあそれどう応じるんでありましょうか。ジョニー・スミスと太陽ケア、ローキック。今日忘れたんですけれどもね、前シリーズではその逆にスミスとケアのコンビネーションは金さんからご覧になりましたいかがだったでしょうか。いや、スミスが非常にうまくいいコンビネーションを作ってますね。はい、やっぱりこのチームのうまさっていうのはスミスですよ。だから安心してあのケアが走れるんですよね。まあ、そのケアが走りやすいような路線をサイズが敷いたという、はいはい、そうです。後ろをすればきれいにカバーしますからね。ホームホールドは藤正信、藤正信がトーホールド。さあそして今度は太陽ケア、後手に回っておりますが、左の足首、そしてまた足首から膝の部分、太陽ケア。そしてなおもここは朝から今度は足首にまた切り替えて、あと股を裂こうと言うんでありましょうか。これはきついぞ、これはきつい、これはきつい、これはきつい、このままですよね。藤正信、ケアの体が柔らかいからあそこまで回るんですよね。これはきついぞ。最後に開くレッグスプリットってのはありますけどね、もろに縦に咲いてますからね、はい。まあ、レスラーでもさらにはあの大相撲も力士もそうなんですが、あの股割りというのがあるんですね、練習段階でね、股割りをやってるからまあ完全、まあ、大丈夫なんですけど、はい、しかしこのいわゆる股割りプラスレッグロックですからね。さらにそこにまた膝と足首を完全に決めるんですからね。まあ、そこは縁の抜け目なさですけどね、はい。あ
だこれレッグスプレッド繋がってますね。今やっとロープレイク、これはきつかったか。太陽ケア、そして藤井正信、川田俊明にスイッチです。今度は膝、お皿の部分を、これはキャンバスに思いっきり叩きつけました。川田俊明ローキック、これ完全にこの太陽ケアの足、ここに照準絞ったか。さっきから川田のローキックを膝の裏に、あれに膝ですか、はい、膝裏に叩き込んでましたからね、最初からピンポイントで狙ってたんですよね。あ、こうなってくるとケアの時のハイキックなどが出ないかもしれません。それ藤井の意味でしょうね、はい、ここは藤井正信にスイッチ。藤井がここはバックボーン羽いじめから、あーっとカウンター、強烈な蹴り技できました。浜田俊明、そしてこちら藤井正信、太陽ケア逆水平、ちょっと踏ん張れない、腰が入っていませんでした。太陽ケア、ただ膝下げられて膝が崩れた、あーそうですね、足を引きずっておりますが、ここは粘ってくるか、あーとその膝を狙ってまいります。藤正信です。情け容赦のない攻めを見せておりますのが藤正信です。太陽ケアの表情をご覧いただいておりますが、目にもここはスイッチするだけか。さあ太陽ケア、自分コーナーに引きずってまいりました内政信です。川田俊明が入ってくる、膝を蹴っておいて、そしてショートの蹴り、川田俊明です。連発させてまいりました、この川田俊明のショートキック、今度はエルボーです。自らここは蹴り技、そしてエルボー、川田がエルボーでくれば太陽ケアもエルボーだ。リスト絞ってバックヒールキック、川田俊明、ちょっと川田さん、あの縁組のペースがスローになってきました ね、なりましたね。あのそこを失敗したんで、今度はあのスローペース、いつものペースに持ち込んだわけでしょうね。はい、ブレンバスター、川田の試合です。できればあそこで勝負決めたかったんでしょうけどね、はい、抑え込んだ片指が取れなんですが、カウントは2カウントです。川田俊明とこちらは太陽ケア、さあちょっとケアの手長すぎる感じ、そして藤正信が入ってくる、拷問技でもってまたこの太陽ケアを締め付けてくるんでありましょうか。バックを取って、おっとバックドロップになるか、バックドロップ藤正信のバックドロップですが、タイツを持って藤正信まどうと何も行くのか、バックドロップ、こっちはペースを早めようとしてますね。なるほど、なおもバックを取りましたが、バックドロップ藤正信、ね、はい、太陽ケアの目、大丈夫か、飛んでしまったのか、太陽ケア赤鬼になった。さあまたバックを取りました、バックドロップ珍しい、4連発やるなんて珍しいですね本当。はい、片エビ固め、さあどうか、決まるか、43台を決めるこの世界タッグ王者決定戦、太陽ケア敗戦の道を一歩一歩歩いていってしまうのか。そこにはジョニー・スミスが手を差し伸べて絶対に引き戻さなくてはいけません。15分を経過しました。ここはカウンターのキック、ロープ越しの口差しのキックでありましょうか。川田また少女出てきましたね、はい、反動でしてラリアット、ライトからラリアットを放つ、さあレフリーのカウントはどうか、2カウントで跳ね返してまいりました。これはもう川田がパワーボムに行こうというのを見たんでしょう。太陽ケア腰を落としました、はい、決まったらまず終わりか、危ないです、はい、川田俊明に対してこれはショルダースルーで返しました。太陽ケア、あーカウンターのキックは今度は藤、連携プレーは見事になります。この川田藤組、最後はロープから後頭部でラリアット、川田俊明がバックを取ってバックドロップ、ひねりを加えました。すごい角度ですね。厳しいぞ、これはもう辛辣な戦法に出る、片指固めでどうか、取
本当は2カウントです。この辺りから動いたか、さあリングに引く梅野原、足が切れる、はい、ストレッチプラムとフェイスロック、リングに咲く大輪の花、そしてケアを川田が、スミスを藤が完全に捉えています。ロープブレイクできるかどうか、試合の権利はこの川田とケアでありますが、ケアが逃げればそれは大丈夫ですが、さあどうか、ひねりを加えてくるストレッチプラム、川田俊明、さあひねった、川田俊明がひねった、ひねっておいて第43代世界タッグ王者に輝くんでありましょうか、川田俊明、ストレッチプラム梅の花が咲いた、さあここでもってひねりかぶしてくるんでありましょうか、川田俊明、太陽ケアも粘っています、ここは県民不罰か、太陽ケアひねってくる、前方に倒れた、これはロープブレイク、その前に技が解かれてしまいました。逃げ切りましたね。これサービスはあの本当は乱入で出すのは一番楽なんですけど、はい、足がきれいにカバーしてあのスリーパーでやっぱりスミスを完全に止めてましたからね、はい、もうケアは自力で脱出するしかなかったですよね、はい、これで勝負決まったかと思ったんですけどね、タイミングいったかどうか、カウントはカウント、大体あの富士のフェイスロック、それから川田のストレッチプラム決まりますと、はい、ほとんどの選手がもうギブアップなんですよね。そうなんですよね、もうあのスミスは完全に止められてましたから、はい、もう勝負あったかなと思いましたけどね、まあ、それだけに菊池さん、やっぱりその、はい、世界タッグのベルトは欲しいという意気込みで、まあ、執念でしょうね、はい、EWF とインターのベルト、さあどちらのチームが巻くんでありましょうか。富士がロープに振られた、さあケアどうする、ボディを蹴りました、真正面蹴っておいたがどうか、さあノーザンライトカウント、どうかフィッシャーマンです、フィッシャーマンに行った、声をかけるジョニースミスにタッチできるかどうか、あっとダメ、タイツを持っておりました、富士正信、この辺りは豪快、体をつけた、さあクロスボディか、ジョニースミスが出てまいりました、ナックルパート、ナックルパート、ジョニースミス、そしてロープの反動量性エルボー、今度は川田に、先ほどはこの富士川田によって散々な目に遭わされましたジョニースミス、もう憤っています、ブレンバスターから、あっちょっと後頭部どうした、倒れた時に打ったんですね、そうらしいんですね、はい、ミサイルキックはかわされました、頭を押さえてるタイミングだけずれましたね、あそうですね、なだれがためカウント、どうかこれで取れるか、ルーカウントルーテースを取り出せなかったんですよね、はい、さあフェイスロック決まった、これは苦しいぞジョニースミス、ジョニースミスがじわじわとロープサイドに寄ってくる、しかしあったカウンター、口出しのハイキックできた、川田がケアに見舞ってくる、うっとこれはどうか、ジョニースミス丸かれることができるか、ジョニースミス、うち自らその技を解いて、今度はダメだろ、さあフェイスロック決まった、レフトからのフェイスロック、うち正信、まだ菊池さん、これ完璧には入ってないですか、まだ完璧ではないですね、はい、もう少しねじりが加わらないと、20分を経過しました、この第43代世界タッグ王者決定戦、うん、うん、もう腕もちょっと慣れてきたんじゃないですかね、あ絞りきれなかったんじゃないかと思うんですよね、はい、藤井正信、ちょっと動き、まあ、先ほどはもう早いペースに使用しようと思っていたんですが、はい、バックドロップ4連発、ちょっとあとはあの勝負の行動で綺麗にカットしましたよね、はい、あそこで決まらなかったんで、ちょっと気落ちしたかもしれませんね、はい、片エビ固め、これでどうか、ちょっとこれはもうスミスケア組、藤川田組に押されています、まあ、押されっぱなしという感じ、さあどうかジョニー・スミス、この体勢から返すことができるか、ブリティッシュホール、さあどうか、決まるか、カウント2ですね、川田のカットがなかったら、藤さん、どうですか、今は。これでスミスのペースになるところだったんですよね、はい、完全に、は
太陽ケアが入ってまいりました。ちょっと口を大きく開けて息しているんで、先ほどのダメージはありますね。水平ハイキック、太陽ケアが、ここは藤正信に先ほどは嫌というほど足を締め付けられました。川田がハイキックに来るか、川田と、そしてこの太陽ケア、藤がバックドロップ、ケアが根性で起き上がりました。ものすごい表情、カウンターのキック、そして川田にエルボーを放つ。太陽ケア、川田がエルボーを放つ、ロープハンドを利用したハイキック、そして今度はローリングネックブリーカーを川田に見舞いましたが、ちょっと外れたか。スミスがバックドロップ、これとかもスミスがうまいんですよね、はい、今あの外されてケアはあと何をしたらいいのか分からなかったんですよ、はい、それきれいにスミスがクリアしてますよね、はい、さあトゥープラトンでもって藤正信にダブルブレンバスター。さあ太陽ケア、藤正信をここで決めることができるんでありましょうか。ミサイルキック、そしてバックを取った、バックを取ってバックドロップ、ジョニー・スミス、太陽ケアが勝利への道を作り始めた。カウントどうか、カウント2カウント、起き上がりました藤正信、跳ね返してきた。太陽ケアが藤正信に対してバックドロップを放つんでありましょうか。ハリケーンクランチか、さあ太陽ケア、セカンドロープ乗ったトップロープ最上段から藤めがけて飛んでった、ダイビングボディープレス、カウントはどうか。川田がカットに入ってまいりました。そしてジョニー・スミスと川田がやり合う。さあ太陽ケア、淡々と輝く太陽ケア、ハイキックローキック後頭部にヒールキック、藤は前方にダウンしました。完全に乗ってきましたね、はい、さあそしてハワイから台風上陸、ハワイをスマッシュ、抑え込んだ、これで決まるか。第43代来ました、第43代世界タッグ王者は太陽ケアとジョニー・スミスに決定しました。そしてウイニングテーマが堂々と流れております。菊さん、やはり太陽ケアが粘って富士に照準絞って徹底的に詰めていった、はい、あのあたりですか。ペース狂わせかけられた時に、スミスにカバーされたでしょ、はい、影響して一気にスパートして、はい、それはそのままフィニッシュにつながったということですね、やっぱりあの勢いがつけばやっぱり若さ爆発しますからね、はい、何か今あの川田俊明がですね、その縁を見る眼差し、はい、無念そうに見ておりましたね、うん、でもやっぱり、もう縁はよく頑張ってくれたというわけじゃないですかね、はい、縁はやっぱり確かに疲れてましたよ、その川田の胸の内、三冠も取れなかった、はい、そしてまたこの世界タッグも取れなかった、はい、でも彼はそれを、あのバディにできるところですからね、はい、そして今 PWF とインターのベルト、スミスが鼻から流血してますね、ああちょっとこれ鼻、おそらく蹴り技か何かやられた時に、はいはい、鼻の骨か何かこれ折れたかもしれませんね、だいぶこれ苦しそうですね、はいはい、前半戦だったらかなり呼吸に響くことだったんですよね、そして今堂々と今世界タッグのベルトがジョニー・スミス太陽ケア組に渡されました。第43代世界タッグ王者は太陽ケアのジョニー・スミスに決まりました。
Thank you very much, Monsieur. Fellow fans of all Japan, thank you very much for your support. Arigato gozaimasu. Thank you. Victory sweet, huh?Monsoon Bando, you never give up, you always try, and maybe this moment, I love you, Monsoon. Very tough, very tight, but there's a, we the new generation, the future, but very fucking tough guys.お父さんはあの技巧派で鳴らしました三平井。そして赤鬼藤正信。まずは背中のあたりを蹴って WAR スペシャル。さあここは平井信和、フチがどうやってこの技を切り抜けてくるんでありましょうか。体勢がここは落としてくる。しっかり決まるか。フチ正信、そしてキャンバスのほぼ中央でもってブレンバスター。しかしこれは平井も粘ってまいります。90年の7月 SWS 第1期練習生公募オーディションに合格を果たしましたこの平井信和であります。そこからプロレス界の道が切り開かれたわけでありますこの平井信和。ボディを蹴っておいて、そしてフィッシャーマン捉えてくる。カウント、カウントは2カウント。そして平井、今度はどの技につないでくるんでありましょうか。反対側コーナー、赤コーナーに送り込んでくる。走り込んでいってからのエルボー。平井信和、ちょっと内大丈夫か。内が右膝をついたところでもって、さあここはトップロープ最上段からの飛び技を出すのに絶好のポジションでありますこの平井信和。平井が飛んでくるかどうか。あっと、しかしダイビングエルボーはこれは誤爆であります。小倉北体育館、バックアタック、藤正信バックドロップ。赤い味方が捉えてくる。平井はどうか。カウント2カウント。全日本マットでの初戦は敗戦になってしまうんでありましょうか。平井粘り込んでくるか。藤正信バックドロップ。平井がここで藤正信、おっとフェイスロックか。さあフェイスロック、どうだどうだ、ロープには丸かれることができず、ギブアップ。藤正信フェイスロックで平井信和を破りました。日の国戦士水前寺京志郎、それを迎え撃つは奥村茂雄。そして赤コーナーサイド詰めたところでありますが、今度は青コーナー振っておいて走り込んでくるが、これは水前寺京志郎バックを取っておいたらどうか。バックドロップ。あっと、まだちょっと抑え込みにいかないで何を見せるのか。赤コーナーに走り込んでくる水前寺京志郎、走っておいてエルボーを放つ。ちょっと動きバタついているかこの水前寺京志郎であります。185センチ96キロ、トップロープ最上段からミサイルキック。カバラ出してカウントはどうか。カウントは2カウントです。水前寺京志郎、幼年時代テレビでジャンボ鶴田対フリッツ・フォン・エリクセンを見て、そのプロレスラーになろうと決心したわけでありますこの水前寺京志郎。おっと、浅いか、抑え込み、カウント2カウントです。粉砕者奥村、飛び込んでくるこの水前寺京志郎に対しまして、奥村が胸をかす感じ。さあその奥村がバックを取っておいたがどうか。ジャーマンカウント、カウントは2カウント。水前寺京志郎、黒いショートタイツ、そして赤いレスリングシューズは水前寺京志郎でありますが、走っておいてカウント、ラリアット、レフトからラリアット。さあ水前寺京志郎どうか、返すか、返した。熊本県は熊本市出身でありますこの水前寺京志郎、
熊本には水前寺公園という観光の名所がありますが、そして大手エクスプロイダー水前寺京志郎に片エビがため、どうか返せないスリーカウント。奥村が日の国戦士水前寺京志郎を簡単に破ってしまいました。ロープで振っておいてパワースラム、ひねっておいてカウントどうか、カウントは2カウント。水前寺ボディのあたりを叩いておいて、さあ今度は水前寺がどうする。逆水平、平井が大きく顔面かきむしり。今日は平井はラグに転じてまいりました。全日本マットでの初戦は内と対戦したわけでありますけれども、内マチャラムのフェイスロックに沈み、さあどうか。やはりその試合終了直後、いろいろと自分で次の対戦に向けてイメージトレーニングをしたんでありましょうか。ラフで今日は詰め寄っております平井、その平井から奥村が入ってまいりました。奥村フライングベイヤーから、そして顔面を踏みつけています。九州コンビ相島と水前寺、ちょっと元気がないか。逆肩エビ固め、相島を指差しましたのが奥村。相島まだ入ってきません。カットに入ってくるか、相島です。そしてここは水前寺に対しまして逆肩エビ固め、どうか、のろしでやっておりますが、そして平井がここはうまくレフリーのブラインドをついています。走っておいてレフトからの、さあ今度は水前寺京志郎がバックドロップ。広島大会では敗れ去ったこの水前寺でありますが、そして相島が入ってまいりました。相島がラリアット、相島には強烈なパワースラム、この技があります相島。そしてエルボーを放つ、ここはなんか一人でもって二人を相手にする、変則タッグ戦の様相を呈してまいりました。ラリアットはちょっと当たり浅い感じですが、片エビ固め、水前寺どうか、返した、水前寺が返しました。奥村茂雄、そして水前寺京志郎の局面を迎えているわけなんですが、エクスプロイダー片エビ固めで捉えてくる、カウントはどうか、スリーカウント。水前寺今日も敗戦の道に行ってしまいました。朝がこれをやると腰を振ってみせるところなんですけどね。あ、過去はあの菊池さん、新日本プロレスのマットでビッグルード戦対応しましたね。やったんですよね、あれ思い出しますよね、はい、そしてインディアンデスロック決めにかかっています。この内政信ですが、長谷博、さあ長谷博はどうするか、エスケープできない、ちょっと苦しいぞ。しかしこうなっては逆に内政信の膝を取ることができます。この長谷博、あ、ダメです。まあ、それだけ完全にこの内政信のレッグロック、まあ、インディアンデスロックが決まっているということで、なかなかこれを抜けることができません、長谷博。やっぱり普通の関節技で取られっぱなしじゃメンツにかかりますからね。はい、長谷博、そして藤正信、両者の激闘、ゴングが鳴ると同時にかなりもうグランドの展開になっています。そして足を決めにかかってまいりました、インディアンデスロック、逆に今度は長谷博、さあ腰を振ってくる長谷博、ちょっと振らないようですね、まあ、相手を見ていいですよね、はい、インディアンデスロック、藤正信、悲鳴に近いようなものを上げておりますけれども、長谷博、そしてこれは鎌固め、さあ藤正信苦しいぞ、足も決められ、さらには顎の部分も決められております。この藤正信苦しい、鎌固めで言っている、これは綺麗なブリッジ取れる選手でないとできないことですけどね、はい、ここで長谷博士、一旦その技を解くか、いや、今解きました。おっ、ここでボーアンバーロー弓矢がために持ってまいりました長谷博士、あー、サードロープブレイクか、位置がちょっと悪かった長谷博士、
口を挟んで尻餅をついています。さあ新春2001年1月2日後楽園ホール、まあですから秀さん、はい、本当は1月1日はですね、はい、まあ、おとそに、おせち料理なんかを口にしたいところなんですが、はいはい、レスラーはやっぱり今日のことがありますから、はいはい、なかなか口にできないので、新春シリーズが終わるまではレスラーにします来ないですよね。はい、そして今度はレッグロックの体勢を作ってくるか長谷博士、フィギュアフォーレッグロック長谷博士、しかし藤正信が長谷博士の左の足首のあたりをしっかり持っていますが、さあここはまだ完璧には決まっておりません。フィギュアフォーレッグロック藤正信、口が後楽園ホールでこれだけ悲鳴上げるんですよ珍しいですよね。そうですか、普通はあの大試合で若手に悲鳴上げさせてる方ですからね、はい、内政信ですが、さあここでギブアップしてしまうんでありましょうか。苦しい内政信、これで決まりました、フィギュアフォーレッグロック。さあこれはどうか、長谷博士力倍化して内政信、口もどうやら菊池さん汗かき出しました、はい、でも口はいくら悲鳴上げてもギブアップだけはしないでしょうね、はい、意地でもしないでしょう、はい、胸板のあたりかなり汗をかいております藤正信です。また若干少し赤くなっていますが両肩ついてます。口の悲鳴でお客さんがもう笑いを盛り上げてますね、はい、さあ後楽園ホールから何とも言えないその笑いが起こっています。満員の後楽園ホール、2000人近いファンが詰めかけておりますこの後楽園ホール。さあ今度逆にこれ左に返せば長谷博士の方に痛みが走ります。場内からやっとここでフチコールが起こったんですがすぐに終わってしまいました。今度は長谷博士、さあ15分を経過しました。20分一本勝負、内政信対長谷博士の一戦、苦しいぞ。さあ今度はこれはもう藤正信ですが、わーっと今度は長谷博士、長谷から今度藤になってまた長谷になったという目まぐるしい攻防です。でもお客さん笑いながらも真剣に見てましたね、はい、なんだかまだ菊池さん新春初笑いマッチみたいな、でも見応えのある攻防ですよね、はい、お互いにうまいですからね、はい、笑う角には福来たる。さあどちらがこの試合を制して、そして福を自分のものにするんでありましょうか。内政信と長谷博士、かなりこれでもフィギュアフォーレッグロック長いですね。長いですね、でもお客さんは楽しんでますよね、はい、満員の後楽園ホール、いい加減にしろということなんですが、まあそれはね、いい加減にしてくれませんよね。藤正信と長谷博士、長谷の方はいい加減にギブアップしろって言いたいところでしょうしね。そうなんですね、さあここで伺いますが、藤正信強引に今度は両の腕の力を使ってと、まあ、ロープ際にここは寄せてくるんですが、長谷博士の方もちょっと苦しいか。今ロープブレイクです。でもこれだけ長くかけてるとかけてる方の足も慣れてきますからね、はい、はい、今その技が解かれたところですが、痛めつけられたその膝の裏の部分のあたりを蹴り込んでまいりましたこの長谷博士です。そしてここで開脚状態、ストンピングからこうなってくるとサードロープにエスケープ、ファンの皆さんは知っています。この位置になるとあの長谷博士得意技でありますジャイアントスイングありますからね、こうやって試合どうしても見たいところです、はい、足をほぼリングの中央、そして一発ストンピング、さあジャイアントスイングが見られるか。両の方を張ってまいりましたのが藤正信です。張ってくる張ってくる、そして長谷博士自力で持ってなおも張りますが、ちょっと消えたか長谷博士。さあ藤正信頬を張ってきた地獄の仕事人、こちらは藤正信です。胸板のあたりちょっと赤くなっておりますのが藤正信、こちらは長谷博士、長谷博士が今の頬を張られた、特に左の頬を張られた時にちょっとダメージがあったか、はい、それで足で蹴られてますからね、はい、
富士が声援に応えるんですが、そこから次の技ちょっと何行こうかなという試作状態か。いやまだ膝が痛いんですよ、はい、残り試合時間が2分ということになりました。17分から18分を経過。さあそしてこれ逆にフチがお株を奪おうと思ったんでしょうか。逆に今度は頬を張られたのがフチ正信です。行けという声が後楽園ホールの四方から起こっておりますが、それに応えるか長谷博士。さあ長谷博士が応えることができるか。ちょっとやっぱり膝効いたんでしょう。あれだけ長く締め上げられましたからね。はい、ゴープロ反応を利用してドロップキック長谷博士。今年は初めて飛び出ました、ね、そうですね。さあ新春マットに長谷博士先生のジャイアントスイング教室が始まる始まる。見られることができました。何回転ぐらいするのか。ぐる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 回っていますジャイアントスイング。後楽園ホールがメリーゴーランド状態になっておりますが、そのメリーゴーランドの内閣島ハロブこんな手を挙げて、まあ新人はね駒を回して遊びましょうってくらいですか。そうですね。かなり回っています。まだ回っています。まだ回る新春出血大サービス長谷博士。26回ぐらい回りました。時間がない。さあカバーに行けるか長谷博士。技をかけた方もかけられた方も目が回っています。今度は富士が見せるか。やめた方がいいと思うんですが富士正信もうヘトヘト状態。足がもうバタついている。ダメです。時間がない。タイムオーバー。時間切れ引き分け。マイケルさん、はい、新春の、まあ、オープニングマッチにふさわしい試合になりましたか、はい。まあ、内容は前半15分ぐらいまでシビアだったんですね。見事ありましたし、はい、後半はもうあのお客さんの要望に応えたという内容ですよね。そうですね。いい試合でしたよ。はい、そして今このドローになりますと今流れているメロディーが轟きます。20分、時間切れ引き分けという結果になりましたけれども、あまあ長谷博士久々のこの全日本マット登場、まあ、その、試合を見た感じこれからでまだまだできるぞというね。はいはい、今度富士も答えましたが、この試合時間切れ引き分けということになりましたが、長谷はシリーズ前線出場ですからね。これは楽しみですね。そうですね。昨日の開幕戦では富士正信と対戦いたしまして、ジャイアントスイングは26回転したわけでありますが、今日は一体何回転するんでありましょうか長谷博士。さあそして今度は川田です。この技を食らうのはマイク・バートン初体験。さあキャンバスの中央を軸にしてぐる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 回っております。メリーゴーランド状態であります長谷博士。今10回回りました。11回、長谷博士来るなら来いというニヤッと笑いました天竜源一郎。天竜と長谷じっくりとご覧いただきましょう。体が今合わさった。さあ力でもって長谷博士綺麗なブリッジを作っています。長谷博士そして天竜源一郎後方に回り込んでいった。さあどうか長谷博士力でもって今度は返してまいりました。返し技天竜源一郎の手首のあたりを決めにかかっておりますこの長谷博士。天竜源一郎がこれは若干体勢を低くしました。長谷博士がさあクロスアームの体勢からどうするか。クロスアームロック。長谷博士後方そして足を前方取っておいてテイクダウンさせました。インディアンデズロックの体勢でありますこの長谷博士。さあなにわの町この長谷博士、長谷が吠えればインディアンデスロック。長谷博士天竜源一郎はその技を受けています。どうやって切り返すか天竜源一郎でありますが釜固めです。長谷博士苦しいぞ。ポジションは絶好のポジションでありますこの長谷博士。
天竜源次郎は盛んに歯を食いしばっておりますが、ここで相島がカットに入ってまいりました。九州男児相島優斗、そして天竜源次郎の左の足を持ってグイッと引っ張り引きずってジョニー・スミスにスイッチ。ジョニー・スミスが入ってまいりました。フープラトンでもってレッグスプレットか。これはレッグスプレット。天竜源次郎股間のあたり激痛走らせるこのハーチャとジョニー・スミス、送って走って天竜ボディースラム。さあ天竜が飛ぶぞ、一匹の竜。おっと足を滑らせました天竜、しかし抑え込んだ。カウント2カウント。足を滑らせる天竜に対して逆水平は長谷博士。天竜の逆水平、逆水平合戦の様相を呈してまいりました。もう一発逆水平、天竜源一郎今度は長谷だ。逆水平、強烈な逆水平は長谷博士連発か。ショックで来る長谷博士、天竜もトップ。そしてかなり逆水平合戦が続いています。天竜と長谷博士、黒いタイツは天竜、そしておなじみの黄色いタイツ長谷博士。逆水平です。グーパンチに切り替えた長谷博士、初めて食らうグーパンチ。今度は相島優斗、ロープハンドを利用したラリアット。相島ラリアット片指で捉えた。長谷からピンホールを奪うことができるか相島優斗。勇ましく長谷博士に立ち向かったパワースラム、抑え込んでいってカウント。カウントは2カウントです。九州男児相島勝機が見えてきた。あーっとこの打席から打落とし、長谷博士の河津落とし。相島一瞬はチャンス到来かに見えたんですが、しかしトップの流星長谷博士がしっかりとその隙を伺っていました。さあ大阪の全日本プロレスファンに、果たして長谷博士のメリーゴーランドが始まりました。逆水平、そして強烈なグーパンチを天竜に食らわれて、長谷博士がちょっと危なかったんですが、しかしジャイアントスイングでここから勝機を自分たちのチームに向けるんでありましょうか。この長谷博士今15回、長谷博士ぐる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 回っています。そして長谷フラフラになりながらも天竜真正面から蹴り技を見ます。天竜がパワーボム、これはきついぞ。厳しすぎる攻撃は天竜源一郎、相島優斗手を差し伸べるが、さあどうか相島優斗スイッチするのか、カバーに行くのか。相島優斗九州男児、こちらは長谷博士、先ほどの窮地を完全に今のジャイアントスイングで切り返しました。長谷博士、あーっと長谷博士が起き上がる。あーっとまた尻餅をついてしまいました長谷博士。相島優斗と長谷博士、お互いにこれはかなりスタミナをロスしてしまいました。トップロープ最上段からミサイルキックはスミス、腰のバレを使って腫れを切るジョニー・スミス。仕事時、そろそろ仕事にかかったか、抑えていってカウント、トゥーカウント。ジョニー・スミスバックを取ってバックドロップ、抑え込んでいったカウント。しかし天竜源一郎がネットに入りました。長谷と天竜しっかりと今長谷が天竜を押さえつけています。この体勢から、そしてこれで勝負カウント。相島どうか、敗戦か、スリーカウント。相島優斗フリテッシュホールを決められまして惨敗。
テクト、そしてトップロープ最上段から来たぞ。ショルダーアタック、そして川田に奥村にエルボーを放つマイク・バートン、ラリアット、片エビ固めカウントはどうか。カウントは2カウント、15分を経過しました。この6人タッグマッチ、マイク・バートンに対してここはボディ、そして円髄天竜、円髄を放つ、そして川田、川田とバートンの局面を迎えています。ここは小さい蹴り技連発、しかしマイク・バートンがエルボーを放つ、ローキック、ローキックにもエルボーで返すマイク・バートン、川田はそのバートンのエルボーからローキックで返してまいります。ドブハンドを利用して反撃、川田俊明です。そして串刺しハイキック、マイク・バートン、まるで焼き鳥のネギマ状態でありますマイク・バートン、そして逆水平食らってセカンドロープ乗っておいて、おーっと突き放したマイク・バートン、まだキックもらったんですけどね、はい、バートンに生まれましたね。あーっとゴールデンベスト食らってしまった。そしてバートンからジョージ・ハインズ、ジョージ・ハインズがニュートラルコーナーで蹴りまくっています。今度はエルボー、反対側、手前側、ニュートラルコーナー送り込んできて、走り込んできてのラリアット、ハインズも大きいですね。いや、体が相手でもジョージコールですからね、これは気分いいですよ、ジョージとしては。はい、ボディスラム、ジョージ・ハインズ強肩野郎、さあ狂った犬が吠えまくってくるのか。いや、これ今ダイビングヘッドバット、カウントはどうか、クルカウントです。そしてジョージ・ハインズが川田を捉えてくるのか。おお、ここでチョークスラムか、あるいは裏投げを狙おうと思ったんでしょうか。このジョージ・ハインズ、ハインズと天竜ヘッドバット、ノーブルハンドを利用して、あっ、左蹴り、ジョージ・ハインズにはこれがあります。ちょっと今天竜浮かすか、二段蹴り、ジョージ・ハインズが天竜に、さらには川田に二段蹴り、さあ片エビがためカウント備えていったかどうか、大勝なるかどうか。このジョージ・ハインズ、バックを取ったかどうか、田村がその技を切ってくるか。しかし後方赤コーナー、トップローブ3番奥村、ミサイルキック、その技を解くことができました。ジムスティールと奥村の局面、川田がラリアット、抑え込んだエビで捉えてカウントどうか、うーんと2カウント、ハインズ返しました。開幕戦、場内からはジョージコール、さあジョージ・ハインズに対して21世紀初のパワーボム、カマダイビリトライでカウント、スリーカウント、開幕戦後楽園ホールメイン、カマダがジョージ・ハインズを仕留めまして勝利を手にしました。ヒロシの息がちょっと荒くなってまいりましたが、どうか、かわず落とし、かわずからどうする、長谷ヒロシ足を取って、そして赤コーナー、自分のコーナーマット付近持ってくれば、さあジョージ・ハインズ、ジョージ・ハインズが入ってくる、ニュートラルコーナーにまず長井日夜を叩きつけて、そしてエルボーを見舞ってまいりましたが、ボディーブローです。ボディーブローはこの長井日夜、ハイキック、もう一発ハイキック、長井光也ハイキックからリーを見舞ってまいりましたが、さあそして今度はこの手前側のニュートラルコーナー振り込んでジャンピングに、そしてダブルアームツープレックス、抑え込んだ、カウントはどうか、2カウント、長井光也とジョージ・ハインズ、エルボーを見舞ってまいりましたジョージ・ハインズ、長井もここは耐え忍んでいるわけなんですが、ジョージ・ハインズのラリアットから空を切ってバックドロップ、いやバックドロップホールド、カウント2カウント、20分を経過しました。完全にこれ長丁場になりましたが、バックを取って、さあどうする、ジョージ・ハインズエルボーを見舞っておいて二段蹴り、ジョージ・ハインズの二段蹴りを食らってしまいました長井、2位を見守れる、そしてネックブリーカー、抑え込み片指固めはどうでしょうか、カウントは2カウント、ジョージ・ハインズの
二段蹴りが出ればそろそろもうペースはこれはジョージ・ハインズのペースか。今の、ね、完全にクリーンヒットはしてませんでしたけど、これがペースをつかめたようですね。はい、後方を回っておいたがジャーマンサードがちょっと浅いぞ。完璧に腰の部分を掴んでいたらよかったんですが、さあリストロック、ジョージ・ハインズのリストロックなんですが、柿原がこれをカットに入ってまいりました。すごいタイミングで仕掛けましたね。ハセが大きな声でこちらへ声とジョージに声をかけています。バックを取った、今度はどうか、投げっぱなしできた、投げっぱなしのジャーマンから、さあアームバーに来るんですが、しかしハセヒロシストンピングでもってこの技を切ろうというところ。さっきハセが何もしませんでしたけど、今は上がらないと思ったんですよね。ハインズがかなり弱ってますからね。はい、ハイキック長井光也、もう一発ハイキック、元気があったらジョージこれ取れるんだか、今取ったか、アウト、エンズイ、エンズイを食らった。さあ長井光也がロープの反動でしたが、しかし逆にこれは後ろ回し蹴りを食らってしまった長井光也、そしてボディスラムはキャンバス、おーっとハインズドライバー、カウントはどうか、オースリーカウント、ハインズドライバーで決めました。いやー、菊池さん、よくハインズ耐えましたね。いいタイミングで決めましたね。ハインズにとっては逆転勝ちですよね。今のところ負けペースになってましたからね。はい、でも長谷もいいタイミングでカットしてましたね。長谷のカットもよし、そしてまたあのハインズのあのハインズのドライバーに入るタイミングって良かったですよね。はいはい、まあ、長井としてはこれで勝ちペースを握ったと思った瞬間にやられてますからね。また逆にあの長井があの、ま、技を受けてそのまま沈むっていうのは予想もしなかったんですがね。それだけ一発逆転だけで、あのハインズが強烈な技を仕掛けたということですよね。はい、アルティメットファイターザ・テッドマンがコールされました。ジム・スティール、鋼鉄狼ジム・スティールです。キム・ドク、お帰りなさいというキム・ドク。さあそして手を差し伸べて入ってきた、さあキム・ドク、全日本マットで20年ぶりのまずは先制攻撃は平井に対してボディのあたりで蹴りまくり、そしてまたエルボーを放つキム・ドクです。あれパワーはありますね。はい、ラリアットキム・ドクです。エルボーを見舞ってくる、カウントはどうか。アメリカでは映画にも出演した経験があります、はいはい、このキム・ドクです。エディ・マーフィーとゴールデン・チャイルドという映画にもね出たことありますけども、そして二段蹴りはザ・セットマンです。本当にすぐに繋ぎましたね、キム・ドク。いやいや、まあ今のところ様子見ということですね。自分の体がどれだけもう息が続くかもまだちょっと見当つかないでしょうからね。はい、カウントは2カウント、喉元のあたり、あの菊池さん、キム・ドクの、はい、あの得意技フィニッシュはどういった技だったんですかね。昔はね、ジャンボツルトは加熱スプレッツでも投げましたし、はい、あらゆるスプレッツを使いますよ。主にやっぱり投げるフィニッシュだったんですか。はいはい、そしてアラヤが青コーナーに捕まっています。そしてキム・ドクレフトから、おっとこういったあの反則もレフリーのブラインドで細かい反則ですね。アメリカじゃヒールでかなり鳴らしてますしね。はい、年齢も傷はあの50ぐらいですか。はい、ちょっと出てると思うんですよね。はい、だからちょっと太りすぎなんでスプレックスが出れば本物に近くなってるんですけどね。なるほど、やっぱりさっきあったんですけど10球ぐらい減らさなきゃダメだぞって言ったんですけどね。どうですか。さあキム・ドクからは現在ジム・スティール、おーっとスティールがエプロンからリングした、ちょっと勢いをつけすぎた。よしとキム・ドク、おーっとダブルオームスープレックス、これが出れば昔のキム・ドクと一緒か。カウント、ご覧になって空戦いかがですか。もう少し真後ろに投げてるは昔のままですね。そうですか、近いですね。はい、こういったカウントはどうか。カウントはツーカウント、アライが入ってくる、そしてセットマンもカット、場外乱闘になりつつあります。
セットマンは応じて、さあリング内はキム・ドクと平井、キム・ドクからジム・スティール、ドクも出てくるんですが、すぐにまた入ってしまうんですね。でもうまいですよ、はい、チームワークの作り方って言いますか、リングの仕方がね、はい、キム・ドク、そしてやっぱりベテランですね、うん、キム・ドク、キム・ドクがロープにアラヤを振っておいたが、ショルダースルー。前は菊池さん、はい、キム・ドク口ひげがありましたよね、はいはい、あえてた時もありました、はいはいはい、それを反り落とす、さあそしてここでツルースを狙ってくる、うまいうまい、押さえておいて、ツーカウント、土方龍司がカットに入ってまいりました。キム・ドク、そして荒谷信孝、キム・ドクがボディースラムから何か飛び技見せるのか、オッケー、飛び技見せますね。何を見せるか、見せるでしょ、はい、トップロープ最上段、大きなキムドクが登っていったところでありますが、それを平井がデッドリードライブ、そして土方龍司、キムドク、ハイキックハイキック、強烈なハイキック、土方龍司ロープのハンドを利用した、抑え込まれたがどうか、これはキャッチされた、俵落としを食らってしまいました。土方龍司、平井がトップロープ最上段からダイビングしてエルボー、片指固め、ジムスティールを破った大将か、カウントは2カウント、おっと、ちょうど青コーナーサイドではキム・ドクと荒谷が場外戦であります。キム・ドクはこういった菊池さん、場外戦多かったですね、前もね、こういう終わった対決ってやっぱり迫力ありますね、はい、かわす落としからカウント、平井がどうか、2カウント、ちょうど青コーナーの通路、キム・ドクと荒谷がやり合っています。ロープに振られた、さあキャッチされた、あーっとこれで捕まってしまうのか、カウントどうか、これは逃げること返すことができました。平井、土方も今手を差し伸べてそれをカット、あーっとキャンバスの中央、ターボドロップ、押さえ込まれた片指固め、平井はどうか、スリーカウント、平井返すことができませんでした。ジムスティールがターボドロップ2で平井を玉砕しました。キム・ドクは全員動きました。全日本に完全に戻ったということを今言いましたね。自分の活躍する場所はここだというふうに誓ったんですね。そうですね、はい、キム・ドク懐かしい顔を見ることができました。やっぱりこれだけあったかいファンの声を受けたら、僕も嬉しいでしょうしね。ね、まあ、キム・ドク全日本マット復帰戦、お伝えをしてまいりました。平レフリーにもちょっと被害があったか、さあどうか、
抑えた。これでノーアーレフリーがいない。和田恭平レフリーがカウント入れられません。大変だけど天竜さあ抑え片指が止めカウント知りがと反戦返せませんでした。天竜源一郎決勝進出決定。いやー反戦はこれは反戦激沈。その前に天竜のホール跳ね返した時に、腰が限界に出たようですね。そうですね、はい、天竜はそれは分かってて今度は喉元に入れるようにまあフィニッシュとしてるとしたわけですよね。はい、Very good, strong competitor. Beat me. I have nothing. I'm not ashamed of that. And so I think it's just, it was time. And I'm glad that I stopped. I have no regrets whatsoever about retiring. Different memories. I might have mentioned some in my writing, but and might repeat them, but they're the ones that really stand out. Jumbo had just come out of the Munich Olympics, and he was where he placed very high in the Greco-Roman wrestling. And we went to the gym, and Jumbo wasn't so much of a, you know, a real big guy. You know, he was tall. He's always tall, but wasn't so built so strong. But he could bench press more than me, and he was extremely strong, and that really impressed me. Another one was they had a charity benefit for the to raise money for. Children that have a muscular dystrophy, which is a muscle disease, and at the television station they wanted to get four wrestlers together to and have a steak eating contest, and we had this steak eating contest, and so that Jumbo Tirudo and myself, Lord Al Hayes and Moose Morawski were the four wrestlers they chose to. Competition. See, in 1 hour, how many steaks, big, thick steaks, that you could eat. And Jumbo was not coming from Japan. He could eat, but he was not used to eating beef that much. And I remember, you know, we were eating, and Jumbo ate about, I think, 4 pounds of steak, and. But somehow I won it by eating 8 pounds at once. You 1 hour. You ate 8 pounds? Yeah, he ate 4. But I can remember the look on Jumbo's face at the very end. He just pushed it back off. The first time I really came in contact with Baba was when I came over in 1982. 1982, and had the match. It's my favorite match, actually. I think against him in, at the Tokyo Gymnasium there. And again, he was very determined that he was representing all Japan, and I was new and I was coming in, and I was very determined to try to establish myself. And even though he was the boss. You know, I was determined not to compromise my style, and so I was after him, and he was determined that he represented his own company and had a lot of pride in that, and had a lot to lose if he didn't look good, and he came on very good, and that's one of the reasons I think it ended up being a really good match. We were both determined.
determined to try to get the better of the other one.